皆さんこんにちは、へっぽこ登山のなおです。今日は、初心者さんにおすすめの関西の山、まだ12選なんですけど第2弾になります。で、前回お話しした山以外にもまだまだたくさんあったので、で、いろいろ見てたらやっぱり12選になってしまいました。まずは初心者さんにおすすめっていうことで、どういうことを基準に山を選んでるかっていうお話だけしておきたいと思います。まずは歩きやすい、そして整備されている、で、距離ができるだけ短くって、景色が綺麗だったり、なんか楽しいポイントがあったりっていうお山を選んで紹介しておりますので、いきなりこの標高差が1000メートル以上ある伊吹山とか藤原岳っていうのは入っておりませんので、よろしくお願いいたします。1座目は奈良県奈良市の若草山です。で、ここは別名が三笠山とも言いまして、ずっとね、三重に重なる丸い山がポコポコポコって三重に重なることから三笠山という名前も付けられております。おすすめは奈良公園を入ったら、その奥に北登山道と南登山道っていう入り口が出てきます。どっちも近いので、どっちからでも合流すると思うんですけど、階段なんです。もうすごい迷わない階段がついておりますので、階段を登っていって1巡目、2巡目、30目って行くんですけど、確かここね、入山料が150円ほど行ったと思います。で、ここ何がおすすめって、もう登りやすいっていうのと、あと本当に綺麗な草原が広がってます。で、その草原のところから見える眺望も見事に美しい景色が見れます。で、私は何よりね、鹿さんが奈良公園って鹿さんいっぱいいるんですけど、若草山に登っていっても鹿さんいっぱいいてます。みんなおとなしい鹿さんたちです。で、すごい可愛いので、私はこの若草山、こう鹿さんにこう直接こう見れるっていうのと、あとやっぱり素晴らしい草原が綺麗な、本当に綺麗なんです、ここで景色が綺麗っていうので、お気に入りなんですけど、で、降りてきて奈良公園で鹿せんべいを買って、ちょっと鹿さんにね、おせんべいをあげて、で、最後追いかけられるっていうよくある経験をしながら、こう楽しんでいただけるかなと思いますので、この若草山、すごくおすすめの山です。はい、2座目は京都市左京区にあります大文字山です。で、ここは五山の送り火の日に大の字が点火される山なので、有名なところです。なのでご存知の方すごく多いかと思うんですけど、知ってるけど登ったことないよっていう方もいらっしゃると思いますので、ご紹介したいと思います。銀閣寺の方のところからこう階段をね、ずーっと登っていって、で、途中に火床が出てきます。で、ここが点火する大の字のところに建てるんですよ。で、もちろん景色はもう素晴らしい景色が見れます。で、火床のところからこう山頂に登っていくんですけど、山頂からも、私あんまり山頂景色ないのかなと思ってたんですけど、行ったら山頂からもすごい綺麗な景色が見れました。で、休憩する場所も広いので、山頂も火床のところも両方しっかり休憩が取れるようになってます。で、ぜひまだ大文字山って名前は聞いたことあるけど登ったことないよっていう方は一度足を運んでみてはいかがでしょうか。と、次、3座目いきます。3座目は京都府南丹市にあります長老ヶ岳っていう山をご紹介したいと思います。ここ駐車場のところが森林公園のところに停めたんですけど、そこにおトイレも設置されております。で、ここもね、こう森林ふれあいロードっていう方から
登っていったんですけど、ちょうどいい疲れた頃にちゃんと休憩できる東屋が出てきたりするので、ゆっくり休憩を取りながら登ることができます。でそこから休憩取りながらね、ゆっくりこう登っていくんですけど、ここの山頂がもう想像以上に綺麗だったんです、行った時に。でもここも緑のちょっと草原みたいになってて、で展望もめちゃくちゃ綺麗です。でここが頂上で展望があって、ちょっと下を見たらしっかり休憩できる屋根付きだったと思うんですけど、屋根付きの東屋があります。ここでご飯食べたりとかして、ちょっと山頂の景色を楽しみながらゆっくりできるかなと思いますので、この長老ヶ岳すごくおすすめの山です。はい、次が四座目になります。四座目は大阪府と和歌山県にまたがる高森山っていうお山をご紹介したいと思います。でここは2回ほど登ってるんですけど、四国大和山口の方から登ったのが1回と、でもう1回は B コースっていうところから登ったんですが、おすすめはこの B コースおすすめしたいと思います。駐車場は大川茶屋さんっていうところに車を止めて、でここは1日500円で利用できます。でこの B コースっていうのが結構岩のところを登っていくコースになるんですけど、途中からの展望が海が見えてすごく綺麗です。でここ何よりオブジェ、すごい可愛いオブジェが、ドラえもんとかキティちゃんとかバイキンマンとかアンパンマンとか、あとトンボとかパンダさんとか、本当に可愛らしいいろんなオブジェがあちこちにあるんですよね。でそのオブジェを通ると、あ、ここは正規ルートやから間違ってないなっていうのも分かるっていうのと、その作ってらっしゃる方が手作りで作ってらっしゃって、すごく愛情を感じるんですよ、見てたら。なので見つけたらちょっとあったかい気持ちになれたりとかします。で一個一個が本当に精巧に作られているというか、なんていうのグレードが高いオブジェがあちこちに飾られています。でね、ここね、こうちょっと自慢してもいいですか。これね、こういう石のオブジェをね作っていただきました。で一時期キティちゃんの旗の、キティちゃんが持ってる旗の裏にこれあったんですけど、いただけるっていうことでいただきに行ってきたんですけど、すごく嬉しくって、でこれをねいただいたからご紹介しているわけではなくって、本当に楽しいお山なんです。で山頂なんですけど、山頂からは海がすごい綺麗に見えます。で海が見えて、ここも山頂にテーブルがあったりベンチがあったりするので、休憩ゆっくりできると思います。でまだ高森山初心者さんでどこ登ろうかなって思ってらっしゃる方、高森山ね、ちょっと岩登りもそんな危険な岩ではないので、楽しめるぐらいの岩登りになってます。で岩登って途中でね、オブジェがね本当にあちこちにあるので、こう見つけながら、こう楽しみながら登ることができると思いますので、この高森山もおすすめの山です。はい、次五座目いきます。五座目は和歌山県の日高川町と稲美町にまたがる真妻山です。でここは大滝川森林公園っていうところに広い駐車場があります。でそこにすごく綺麗なおトイレが設置されていました。でここ登っていくと鈴見の滝っていう綺麗な滝が出てきて、でそれを越えてずっと登っていくんですけど、ここめちゃくちゃ急登なんです。急登なんですけど、その崖とかで転んでね落ちるような場所とかはなかったので、おすすめしたいと思います。ちょっと急登なんですけど、その急登も多分楽しいと思います。すっごいちょっとざれてます。ざれてね、ちっちゃい石がいっぱいあるところの急登なので、ちょっとずるっと私だからこけちゃったんですよダイレクトに漫画のようにこけました。怪我はなかったんですけど、
そんな感じで登っていくと、もうそのご褒美って言ってもいいぐらい、ここの山頂すごい綺麗です。もう大パノラマでした、行った時にね。で、あまりにも綺麗なのですごい感動したのを覚えています。で、周りにはあのサザンカがいっぱいあるので、時期になるとサザンカが赤く色づいて、その赤く色づいたサザンカとともに、山頂からのすごい、もうすごい大展望を見て、こうご飯を食べて休憩してって、すごく楽しめる山だと思います。ここ本当に綺麗なので、ぜひ行ったことない方で、初心者さんにおすすめしてるんですけど、あのそうじゃない方、別にあの何回ももう山に登ってらっしゃる方にもすごくおすすめしたい山です。めちゃくちゃ綺麗です。はい、次行きます。六座目は大阪府大東市と四条縄手市にまたがる河内飯盛山っていう山をご紹介したいと思います。ここのおすすめのコースは、野崎観音っていうところから登っていく七曲がりコースっていうコースをおすすめします。ちょっとね、あの階段が多いのでしんどいかもしれないんですけど、距離は短めです。そして何より何がすごいって、ここはすごい休憩ポイントがめちゃくちゃ多いです。で、しかもその休憩ポイントがもうなんか大富豪の家にあるような、すごい大きいテーブルとあのベンチがある場所とか、あと屋根付きの休憩所だったり、あとテーブルとベンチだったり、もう本当にちょっと登るとすぐにそういう休憩場所があって、いっぱいあります、そういう場所が。で、こんなにいろんな山登ってて、こんなに休憩ポイントが充実してる山は他にはそんなに見ないなって思うぐらいいっぱいあるので、すごく楽しめると思います。で、ここはあの山頂が三好長吉公が戦国時代に建てた城跡になってます。展望ポイントもちゃんとあって、すごく綺麗な景色が見れます。なので、ここあの行ったことないよっていう方は、ぜひ一度この河内飯盛山行ってみてはいかがでしょうか。はい、次行きます。次は7座目、滋賀県野洲市の三上山で、近江富士とも呼ばれているんですけど、もう本当に近江富士っていう名にふさわしい、すごく綺麗な山容をしています。滋賀県の方に向かう時に遠くの方に見えてくるんですけど、もう見事にリトル富士っていう感じがします。めちゃくちゃ綺麗な山容で、で、ここは三上山はあの山に上って書くんですけど、麓のあの恩に神って書いて三上神社っていうところがあります。そこに駐車場があって、多分おトイレもあったと思います。で、おすすめは表登山道から登る三上山です。で、ここも整備すごくされてて登りやすくて、ただここは途中でちょっとした岩を楽しめたりするので面白いです。で、何が楽しいって、ここあの表登山道を登っていくと、途中に割れ岩っていうのが出てきます。その割れ岩の手前に案内板があって、そこに肥満度確認可能って書いてます。なので、とその割れ岩ね、細いこんな隙間を入っていくっていうか通っていくんですけど、その時にあの肥満度を確認できるっていう感じで、まあ、シャレで書いてらっしゃるんだと思うんですけど、私はもうザックを外していかないと進めなかったので、ちっちゃいザックだったらそのまま歩けると思うんですけど、ここすごく楽しいです。で、ここもあの地元の方結構登ってらっしゃると思うんですけど、ハイカーの方とね、いろいろお話をしてたら、裏登山道の方に下山したんですけど、その下山する前にあのすごく綺麗な隠れ展望ポイントがあるよって教えていただいて、で、行ったらすごい綺麗な展望が見れました。なので、地元の方とちょっとお話ししながらこう登ったり、ちょっと途中でねお話しすると、いろんなその山の隠れポイントとかも教えてもらえるので、あのすごく楽しめると思います。
ここもおすすめの山です。はい、次行きます。次は八座目、三重県亀山市の石上ヶ岳っていうお山をご紹介したいと思います。で、ここはここもルートがね、いろいろあるんですけど、行く前にこう調べてたら、どうやらこのカブト向かいコースっていうのがロープ場があるので楽しめるかなと思って行ってきました。で、行くとめちゃくちゃ楽しかったです。ここはちょっとおトイレは駐車場のところにもなかったです。なので近くのコンビニさんでおトイレを済ませて、ちょっとねお菓子でも買ってね出たら大丈夫だと思います。で、そのカブト向かいコースなんですけど、湯の木峠っていうところがあります。その湯の木峠まではなだらかな苔むした道を歩いていくんです。で、湯の木峠からは痩せ尾根っていうのが出てきます。木の根っこがすごい張り巡らされた痩せ尾根で、ここもちょっと、ね、気をつけて歩かないと危ないので、足元だけ気をつけて歩いてください。で、ここは痩せ尾根の途中、パッて見たら綺麗な景色が見れます。で、多分ですけど京ヶ峰っていうお山がすごく綺麗に見えてました。で、痩せ尾根が終わってずっと登っていくと、途中にベンチとかテーブルもここもちょっとありました。で、途中からロープ場が出てきます。この岩がすごく楽しいポイントです。で、その岩場を登っていったら山頂に行くんですけど、もうここも山頂が360度の大展望でした。めちゃくちゃ綺麗です。で、距離はね割と短めだと思います。短いんですけど、しっかりと登りごたえがあって、岩場も楽しめて景色もすごく綺麗なので、ここもおすすめしたいと思います。で、駐車場は20台ほど停めれるスペースがありました。はい、次行きます。次は9座目は大阪府と奈良県にまたがる生駒山です。で、ここもいろんなコースで登ってるんですけど、おすすめは上津岳コースっていうコースをご紹介したいと思います。一番最初の出発地点は平岡神社さんのところから出発するんですけど、この平岡神社さんにおトイレがあります。で、このコースはやっぱりちょっと階段は多いんですけど、すごく整備されてます。で、ここ何がおすすめって、途中に平岡山展望台っていうところがありまして、ここが本当に綺麗で吸い込まれるような景色でした。で、この平岡山展望台を越えて、まだもうちょっと登っていくと、今度は僕らの広場っていう場所が出てきます。ここが本当に大展望です。へっぽこ登山のホーム画面のところに写真がこうあると思うんですけど、場所はこの生駒山の僕らの広場っていうところの写真を使っております。で、その僕らの広場から山頂に向かって歩いていくと、もう一箇所展望ポイントがあります。その展望ポイントを越えて山頂の方に行くんですけど、ここは生駒遊園地が山頂になってるっていうのも面白いかなと思います。で、その三角点はその遊具、汽車の遊具があるんですけど、その汽車の乗り物の中に三角点があるので、ちょっとね触れたりはできないんですけど、この遊園地がすごいここが山頂なのっていう、なんか面白さっていうのがあるかなと思います。ちょっとした乗り物に乗ったりっていうのも、なんかこういう場所に山頂があるっていう醍醐味かなと思いますので、ぜひ行ってみてほしいなって思います。で、ここはね、僕らの広場のところはめちゃくちゃ休憩ポイントが多くて、おトイレもあります、ここに。で、ただね、火気厳禁になってますので、バーナーの使用はこの場所は禁止です。で、近くに森のレストハウスっていう場所があります。ここが火気使用 OK になってるので、ここでご飯作って食べたりっていうことができます。なので、ここもう一番私たちの家から一番近い
里山が生駒山になっております。なので行ったことないよっていう方はぜひ一度上地岳コースで登って平岡山展望台を見てそこから登っていかれるのをおすすめしたいと思います。はい、次行きます。次は十座目は大阪府と奈良県にまたがる山で高見山っていう山をご紹介したいと思います。ここめちゃくちゃ有名な山なのでご存知の方多いかと思うんですけど、ま、初心者の方に向けて話してるので多分ご存知ない方もいらっしゃるかと思います。この高見山3つぐらいのルートで今まで登ってるんですけど、おすすめは大峠、高見峠とも言うんですけど、この大峠ルートをおすすめしたいと思います。最短コースで登っていけます。多分その撮影とかね、写真でゆっくりしなければ多分1時間半ぐらいで登って1時間半ぐらいで降りてこれる山なので、でしかもここね、駐車場、大峠の登山口のところに駐車場があって、そこにおトイレも設置されています。でここは夏も冬も両方楽しめる本当に素晴らしい山です。でこの大峠ルートは距離が短い分ちょっと急登ではあるんですけど、急登をね頑張って登っていった先にすごく綺麗なここも展望が広がります。で夏は夏でめちゃくちゃ綺麗なんですけど、冬、初心者さんの方も多分冬山ちょっと経験してみたいなっていう方おられるかと思うんです。でアイゼンを買ってアイゼンをつけて、私は10本詰めアイゼンを使っています。でちょっとねアイスバーンになってるところとか凍ってねカチカチになってるところとかはチェーンスパイクの方がいいと思うんですけど、高見山に行くときは冬は10本詰めアイゼンを使って登っております。夏は夏で苔むしたこう岩とかが出てきて、その苔むした雰囲気を見ながら楽しめたりで、冬はねここ霧氷ができるっていうことですごく有名なお山なんですけど、他にもね三宗山だったり明神平だったり、それこそ観音峰だったり、霧氷が、金剛山もそうです、霧氷が楽しめるお山って関西でいくつかあるんですけど、高見山の霧氷がめちゃくちゃ気に入っております。霧氷ができてる時期はめちゃくちゃ寒いです。だけどおすすめは大寒波が来るぞっていう、大寒波が来た直後に行くことをおすすめします。めっちゃ寒いんですけど、その分霧氷はめちゃくちゃ綺麗です。霧氷の話ばっかりになってこう冬山の話になっちゃったんですけど、夏は夏ですごく綺麗な景色が見れるので、登りやすくって距離も短くって景色も綺麗ということで、この高見山もおすすめしたいと思います。次行きます。次は11座目です。兵庫県宝塚市の旧福知山線廃線跡っていう場所をご紹介したいと思います。でここは向こう側渓谷っていう綺麗な渓谷を横に見ながらずっと廃線跡を歩いていくハイキングコースになっております。すごいね、その廃線跡をずっと歩いてたら途中途中に何箇所かトンネルが出てきます。このトンネルが意外や意外真っ暗です。なので懐中電灯を忘れたら悲惨なことになります。真っ暗で本当に足元見えないので怖い感じになってしまいますので、ぜひ懐中電灯を忘れずに持っていくことをおすすめします。でここはトンネルを抜けていって何個目かのトンネルを抜けたら第二向こう側橋梁っていう鉄橋が出てきます。すごいレトロで味のある鉄橋が出てくるので、ここがすごいかっこいい写真ポイントになると思います。ぜひこの鉄橋ね見ていただきたいなって思うのと、あとそっからずーっと歩いていったら途中の案内板に浸水広場っていう
親しいに水って書いて浸水広場の案内があります。で、そこ行くと水辺がねずっと広がってるところで休憩できるポイントが2箇所ぐらいあったと思います。で、ここはずっと配線跡を歩くので平坦なところをずっと歩くハイキングコースになるんですけど、初心者さんの方でもしかするとちょっと物足りない、山にちょっと登ってみたいのよっておっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、と途中で物足りない方は桜の園の方に行く階段が出てきます。で、そこから笹良沢っていうすごい綺麗なこう、そこも水がねずっと流れてる場所があったりとか、途中に満月滝っていう滝が出てきたりするんですけど、ここはつつじが丘展望台っていう場所がめちゃくちゃ綺麗な展望ポイントです。で、つつじが丘展望台に登ったらその下にねもう一個赤松ビューポイントっていう場所があります。ここからの展望もすごい綺麗でした。で、ここにベンチがあったりとかして休憩できるポイントになっております。ここね、行く前におすすめはそのここの配線、あと YouTube の方でね、旧福知山線配線跡って検索すると、昔動いてた頃、電車が、汽車が動いてた頃の映像が見れたりとかします。で、これを見てから行くとなんかね、そこを歩いてても、ああ昔みんな子供たちとかみんながこうどっか行くのにこの電車に乗ってワイ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 こうおしゃべりしながらね行った、きっと懐かしいそういう場所なんだろうなっていうちょっと感慨深い感じもしながらこう歩けるので、そういうのもおすすめです。はい、次ラストです。ラスト12座目はあのひろくんがおすすめしたいということで、こんにちは、ひろゆきです。はい、私の、おすすめの山は奈良県宇陀郡にある曽爾高原です。曽爾高原はあの、まあ、登山以外でもこう観光として結構有名でみんな行かれてると思うんですけど、まあ、その曽爾高原のところに黒須山と亀山っていう、お山があります。曽爾高原は秋は、いや違う違う秋はススキ、ススキやけど、まあ、私たち、何回かあの曽爾高原行ってるんですけど、秋はあのススキがすごく綺麗で、夏はあの暑いんですけど緑の、草原が広がって、うん、すごく綺麗なところです。めっちゃ綺麗かったな、うん、冬に行った時はちょっと爆風でもう飛ばされそうになってこう撤退したことがあってそう撤退したはい、まあそういうところなんですけど、気軽にちょっと山に登ってあの景色を見たいなっていう時はあの亀山の方を、登って周回して帰ってくるっていうコースがいいと思います。で、しっかり山に登りたいっていう人は黒須山まで登っていけばいいかなと思います。黒須山の方は、私有地になってるんで、500円入山料が途中で、必要になってます。黒須山の方には二本細と、黒須山の山頂からの景色はすごく綺麗かったです。あと下山後あのファームガーデンっていうところのところで、お土産とかお土産ちゃうわ、野菜とかパンとか売ってました、うん、パン美味しかったパン美味しかった。でレストランもすごく美味しくて、うん、で近くにおかめの湯っていうところがあって、そこの泉質もこうぬるぬるした泉質で、うん、あのとてもいいお湯で、そうなんかツルツルになります、うん、登山も楽しめて下山後も楽しめる、いい場所だなと思って、まあ、初心者さんにはおすすめかなと思います、うん、そんな感じで、はい、12選、うん、はい、ちょっと大変やったなっていうの撮影なんか途中でカメラがねなんか熱を持って何回も切れるから何回もやり直すんですけどそのためにちょっとずつテンション下がっていってで今回はこの12座でおすすめの山になります、はい、でこんな感じで今回は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。